はい、一とつきまです。文春法炸裂ということで、本日はちょっと久しぶりに松本ひとしさんの問題について、えー、取り上げていきたいなと思います。大谷翔平さんの権威や自民党の裏金問題ですっかり忘れるかもしれませんが、松本ひとしさんの裁判が明日3月28日にございます。週刊文春との裁判です。えー、週刊文春との裁判があるんですが、その前にですね、松本ひとしさんが X で、えー、声明を出されました、えー。3月25日に出されたんですよね。で、これを見て安住さんが激欲をプンプンムカチャ ファイヤーという状況になっておりまして非常に怒っているという状況になっているんですよね。で、えー、このそれに対してですねあの A 子さん被害者の A 子さんもあの独占主記という形でですね、うん、文春法に書かれております。で非常に気になるポイントがありましてそれはどちらも真実を話せと真実を明らかにしろと。 こう言っているというとところなんですねというわけで A 子さんと,、えー、と松本人志さんの両方の言い分を紹介しつつ、えー、松本人志さんの、えー、X の投稿に対してですね、えー、安冨さんがなぜブチギレたのかっていうところも、えー、存分に話していただきたいなとちょっと尺の都合はあるんですがということで、えー、本日東京大学元教授の安冨さんと話をしたいなと思います。安ささんんよろししくお願いいまますすやーまずですね、えー、英子さんね子、うん いいるじゃないですかはいでこの英子さんという方が何をされたのかということをですねまずは一つあのー、ちょっと思い出してほしいなと思うんですけど、うん、この英子さんがやられたことというのはあのスピードワゴンの小沢さんに連れて行かれた件なんですよね。なので、うん、スピードワゴンの小沢さんなので、えー、となんかタムケンとか下月ルナさんという人がですね、えー、<laughs> ギャーギャーギャギャ騒いでるやつとは全く関係ないことなので。 タムケンさんがあの何も知らない、うん、さらに下月ルナさんは参加もしていない、これが裁判の争点になっているものです。で、じゃあ何をされたのかというと、あのこの英子さんは、えー、2015年だったかな、えー、それぐらいの時にですね、うんえー、東京のグランドハイアット東京というところにですね、えー、スピードワゴンの小沢さんにですね、えー、連れて行かれまして、で、A 子さんとほに女性2人。で 男性側は松本人志さんで、そして、えー、芸人のスピードワゴンの小沢さんで、そして放送作家の X、これがいました。で、いろいろ全く盛り上がらない飲み会だったんだけども、急にあのまっちゃんがこう言ったんですよ。まあ、女性3人いる中でですね、あのこう言ったんです。うん、君らは俺のの子供を産めるの 君らは俺の子供産埋めるの <laughs> と言ってですねあまりに意味不明な発言だったため <laughs> A 子さんはあドッキリなんやなって。で思ったんですよ。ね <laughs> 恐ろしすぎるあそうそうこれ,これ新情報、ね、であの思ったんだけどもおざスピードワゴンの小沢の掛け声で始まったゲームによって一瞬で打ち消されて。 何をされたかについてはですねちょっと,、えー、っとまずあ,のあんま説明すると良い子の皆さんも見てると思いますのでこう説明を控えさせていただきますけども、うん、まず松本さんは、えー、2人きりのベッドルームで全裸、ま、になりました全裸、えー、というのはですね当然パンツも履いてないと。 うん、これが全裸という定義になりますので、えー、全裸になりました。飲み会でいきなり会った人に、ベッドルームで2人きりで全裸。こういう状況。で、うん、さらに、さらに、あのー、それで全裸で迫ってくるんですよ、こうやって。うんうん、全裸で迫ってきます。で、えー、全裸で迫ってきて、あのー、非常にやばい。 状況になって。両手を掴まれる。うん。もうちょ。うわー、もうやめてもう。え、これだいぶあの、抑えて言っております。<laughs> で、えー、そうすると。あの。なんか、怖い。ですよね。うん、で、それで、こう、むちおうとした後に。うん、なあ。うめへんのか。<laughs> と言います。<laughs> 怖いよ。で。 まあ、あくまで A 子さんの証言なんですけどそれで怖くなると、まあ、そ怖いですよねって、うんまあ、いうかあの普通にご夫婦でもですねこういうプレイやると普通に怖いと思いますがあので、えー、興奮したようになってで怖いからこうしゃがみ込んじゃて、うん、しゃがみ込んじゃんでこうしゃがみ込んでいるところこういう状況想像してくださいこういう状況こういう状況想像してください <laughs> 何とかこう社外に飛んでるんですね。あの男のあの何とは言いませんが、これペットボトルがありますね。<laughs> まああのー、ちょっとね、大体ここら辺にある。うん、こでこれを無理やりこうされてペットボトルの水を無理やり飲んじゃった。うん、ペットボトルの水からなぜか水が出てきたとこういう状況でございます。はい、無理やりね。 いやまあ私は今、ただあのペットボトルの水から <laughs> なぜかペットボトルの水が出てきて口の中入っちゃったと。まあそれを、あの、入ったのか。あ、気持ちゃんどうなのか。ここは書いてるな。さすがにあの私、一応ですね、こちらにあのカルピス用意してあるんですけど、ちょっとあの風評被害になるんじゃないかなというふうに思いまして、<laughs> あのラベルレスのペットボトルを配慮したというですね。なるほど。素晴らしい。 す力。らしい y ー u t ーの鏡です。はい、で、はい、まずあのそういう状況に栄子さんが追いやられてご自身の娘さんとか女性の友達とかあるいは自分の奥さんがそういう状況になったと、うん、してまずここだけでも皆さん<っ>だいぶ、まあ、私のもし、えっと、知り合いの女性がこういうことされたら、まあ、とりあえずぶん殴りに行こうかなっていうふうに思いますよ相手を。ねでああ 様の知り合いに電話したりそうです私<え>ちょっと頼み事があるんやけど香港あたりの知り合いに電話をしてそうです。<laughs> でそれでですよ。これで終わりじゃないんですよ。それからスピードワゴンの,あの小沢さんという人がね、うんうん、今度あの登場するんですよ。皆さん覚えていると思いますが、あのスピードワゴンの小沢さんと放送作家の X の松本人志さん、これ3人なんです。うん、でスピードワゴンの小沢さん、これ出てきます。ね。はい、終了って言って。 入っていくんですよあのうんの後に「はい終了!」って入ってきてで今度は放送作家の X さんがいるお風呂場に連れて行かれますどうぞー次こっちです <laughs> 何考えてるやで、えー、X さんはあの確か最初の文春のところではなんか最近奥さん奥さんだったっけな,なんかご無沙汰だからっていうことで うん、なんかこうやらせてくれみたいな感じでこうちょめちょめで当然スピードワゴンの小沢さんも英子さんをちょめちょめこうしちゃってるわけです何か私一応茶化して言っておりますけど番組の進行上茶化して言ってるだけではっきり言って毒ず野郎だなと思っております <laughs> はいクソ <laughs> ったれのクソ野郎だなと。 小池百合子が首相になった暁にはぜひ懲役1500年ぐらい食らってほしいなと思って。ます <laughs> <laughs> いや女性首相、いや上川横でもいいよ。女性首相になった暁にはこんなやつらも全員も懲役1300年ぐらいでいいよ。<laughs> なんか、なんかいいかもしれません。なんか強制施設とか作ってもいいかもしれませ、ねうんね。で、そのあの改善をね、生活とかを改善するための施設を、特別な施設を作ったりとかす。うん これを聞いてここれれが A 子さんがささんたととだとでこれポイントとしてはですねあの松本人志さんもスピードワゴンの小沢さんも放送作家の X さんもそんなことしてないって言ってないんですよ。うん、グランドハイアット東京の飲み会でえこういうことがあったっていうことはですね否定はしてないんですよね。<お>ただいや A 子喜んでたからって。 頭まくるってるやろ <laughs> そんなもんマジ何考えてんいやーあーもうやばいあーいううー <laughs> これはえもそれそれでサイバーまで送っこす根性とかってどういうことなん、ねうん、でこの段階これがまあエ子さんがされたことなんですよね。 で、A、子さんは「松本人志さん真実を語ってくれ」とこう言ってるんですけどでも松本人志さんも今紹介したような事実はあったけど真実が明らかになってほしいって言ってるわけですよ。意味分かれへんでもう全文読みますと人をを笑わせることを志ししてきましたたくさんの人が自分のことで笑えなくなり何一つの罪のない後輩たちが巻き込まれ自分の主張は書き聞かせない。 受け入れられない不条理にただただ困惑し悲しく悔しいです世間に真実が伝わり一日も早くお笑いがしたいですダウンタウン松本ひとしでこれはさっき A 子さんが告白したような内容のことを俺はやってないんだとグランドハイアット東京の飲み会なんてそもそも存在してないんだと これじゃないんですよ、うん、もしそういう主張なんだったら松本人志さんはあの世間に真実が伝わってほしいと言ってるわけですよ。でも<や>松本人志さんの争点はそういうことはあったよとだけどお前喜んでたよねっていうことなんですよ。なんかすごくない <laughs> これ。 だいぶあの私ち,ちょっと本香港の知り合いに出ましょうかなと <laughs> 福建省にねちょっといい人がいる <laughs> 福建省そ <laughs> うねそれで有名なんです、まあい,いやうんだからこの松本人志さんは事実無根だというふうにこう言っているんですよね何が事実無根だかはあ だいたいさ、私が一番キレたらあの,あのツイートみたいあの「おこぷんぷん丸なんとかファイヤーになったの」「おこぷんぷん丸ムカチャッカファイヤー」「ムカチャッカファイヤーカムチャッカ半島にムカ, <laughs> ムカチャッカ半島」「カムチャッカ半島には罪ありません」「ロシアですけど」<laughs> <laughs> <laughs> あれですねただただいやなんていうかさ一日も早くお笑いがしたいんだったら、うん、台湾をスナすなったうーんそうなんよねとおかしいやろうん、はあ 長引かしてるだけですようん、うん、何考えてで裁判に買ったったとしてるんでさ、うん、<laughs> それでさなんか変わると思ってんのいやななんも変わらへんちゃうななんか変わんのもしもこれを実現したいんだったらやることはただ一つですよみんなに謝ることです、うん、そ,れそれだけで逆にいいと思うけど とかその被害を訴えている人たち一人一人とお会いして、うん、直接会うことができないんだったら代理人に会ってもらって、うん、どういうふうにお怒りになってるのか苦しみになるのか聞いて、うん、それを癒すために何ができるかを聞いてそれをするそうすれば一日も早くお,りがお笑いができるようになりますよ、うん、こんなことしてさわざわざ裁判を起こしてしかも起こされていないんですよ こっちから裁判起こして、うん、長引いております長びかせてあ何考えてんの一体それで世間で真実が伝うと思ってんの意味が分からんのよな, <laughs> なんかもうで言うならさ自分の主張をかけくせられてっなんか主張した何もしてません <laughs> えっと正確に言うと言事実無根なんで戦いますっていうのととうとう出たね うん、えこれ。ご主張したあんた。してない。書き消されてないよ、その訳のわかんない主張は。おうなよな。何一つ、ここに書いてあることは、何一つ、事実じゃないんですよ、うん、ここに書いてある事態が。すべて不合理なうん。うん、でも、不気味なんだよね、たいや、まあ私はなんとなく、うん。何考え、ま ちなみに無罪請負い人の広中純一郎弁護士がですねこの松本人しの訴状を、えー、解析してるんですけど通常、訴状には何が事実で何が虚偽なのかを書くものですがこの訴状には一切それが書かれていないと、えー、松本が女性たちと性的関係に至ったのかどうかも説明しておらず強い違和感を感じるというふうに書いてあってですねで結局、あの松本側が問題としているのは現時点では あの、こういう行為はあったかどうかの有無ではなくて、そこに強制性があったのかどうか、ここがポイントなんですよ。だから最初のもうすでに、まあ訴状は文春に届いているので、そう記事になってますからね。その段階で文春が書いてるような、こういう飲み会は存在してなかったって言ってないんですよ。だから私がもう一生懸命ね、配慮してラブリルスの,のペットボトル、ペットボトル、ペットボトルはですね、なぜかあの、座ってる、えー、ビシャーみたいな、こう、こういう。 こととはあったとだけど、喜んんでたじゃん頭おかしいっていうだから仮にだから普通は、あのー、これ、まあ、弁護士の弘中さんが言っているんだけども、結局、じゃあそこなのかと、ケース強制力があったのかどうかなんかと。そんなんんだけちゃんとつじつまがあっててさ。うん ほ他にも同じような事例が集められてるのでさ亡くなったとか主張通るわけないじゃん。でちなみに仮にこれも広中純一郎弁護士さんが言ってるんですけども仮に相手の女性が心から同意したとじゃあそういった流れを訴状に書かなきゃだめですよね。だ,だけど書くにしても女の人側が OK っていうふうにねこう言ったから暴力を振るっていいっていうのはやっぱダメなんですよ。<laughs> ダメですよ、ねまあまあ当たり前ですよね。うんうん だから、殴っていい、殴っていいあいいって言ったら、じゃあ一発殴ったろうってっ。おお、ほんとだ考えてんのほんまに決まってるやろっあっ、に決まってるやろ感じですよ。ちょっとなんかもうね、もうあのまあ、そもそも私かなり呆れてましたけど、うんお、このアホみたいな文章を見てですね、何が人ももうわ、ほんまこ <laughs> 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 んなやつおんねや、地球上にって。いや、だから、 この松本壱さんの訴状では性的行為を強要したというレッテルが貼られたっていう主張ばっかりなんですよね。だから性的行為は存在してななかったじゃないんですよこここがすすごいポイントですよこんな3人でこんなやつ初めて首都リの人でやっておいてさそれでその合意があったとしてさなんか褒められることですかそれ。 そもそも奥さんいるからねそ、ね、<laughs> そもそもおかしいことしてるわけでしょだけどただあえてまっちゃんの側に立って考えると、うん、まあ松本人志さんは何も主張してないじゃないかっていうかもしれないけどもまあ主張してるんですよ。いやみんな遊んでるやろと。世間システムっていうのはちょっと大きいかもしれないけども女ぐらい集めて遊んでるだろうと。結婚してようが娘がいようが関係ねえよ。 で女を一人の女を3人で回して怖がってるけど無理やりやってもあいつ喜んでたんだよ。それがなんで怒られなきゃダメなんだよ。おかしいよ。どうしてこんなことで怒られなきゃダメなんだ不条理だ。困惑している。悔しいよ。悲しいよ。みんな喜んでたよ。女の子も喜んでたよ。 世間にそういう真実が伝わって一日も早くお笑いが俺はしたいんだよこれが多分松本さんの中の真実なんだと思いますよ。だって裁判の訴状で性的行為がないって言ってないんだもん。ってことは今言ったことが私は彼にとっての真実。で英子さんの真実は傷ついたんです。 嫌だったんです怖かったんです、うん、これが真実だから女性側の真実、うん、男性側の真実これのぶつかり合いいやそのぶつかり合いとかじゃないやそれいやぶつかり合いですよ安富さん <laughs> いや私はもうあの完全に結局だからぶんか殴,殴ったやつがあいつ殴られて喜んでたから殴ってくるについったんだよって言って 殴っていいかお前。殴っていいか,お,前ああいいかおい。別にいいかおい、いって言えよ。おい、言って言えよ。殴っていいって言えよ。おい。ちょって言って、わかりましたって、バーンって殴って、お前がいいって言ったんだぞ。おい。もう一発殴っていいか。おい、他でにも殴りたいやついるんだよ。おい、バスルーム移動しろ。おい、どうだおい、お前殴っていいか、もう一発。どうや、どういいか,あれかもう一人いるんだよ。いいか、こいつ最近殴ってなくてよ。もう一発殴っていいで、殴っていいって言ったっ。 あえー、今のでちょっとあの私のコルチゾールが上がりました。白紙の演技にカンパをよろしくお願いいたします。三菱 UFJ 銀行 <laughs> A 副長室4569556です。私はこのようなことを言いたいわけじゃないんです。でも安富さんが実はあれ、もう実は打ち合わせでやれって言ってたんです。頑張れって言ってたんです。<laughs> <だか>ら <laughs> それはないです、皆さん。 まあなんか今,今の方が罪が軽いですね。ああまだやまだだ。まだ罪が軽いですね。体力の消耗が激しい。しい <laughs> ちょっと思わずちょっとサービス。そこの水でも飲んでくださいサ。サービス。いや、でもちょっと今さっきの例えでちょっとじゃあこのポーズで飲みますかこうやって。やだいやいや、俺飲みたくない。<laughs> <laughs> お前が飲みたいって言ったんや。<laughs> 怖すぎるやろ、それも。 これが通用する世界から望んでるんだよね,ねえちょっと皆さん今本当に想像以上に体力を <laughs> アドリブとはいえサービスをしすぎましたすご <laughs> かったちょっとっ<ー>今のはやっぱりちょっとね,ちょっとね寒波が雨あららと飛んでも<う>んかどうかっていうレベル さをかってください <laughs> 今みたいなやつが通用する世界望んでるわけですよそうですようんだにから今望んでるでしょって昔ちょっと遊んだだけの女に8年前とか10年前の女が実は嫌だったとかって言ってくるクソみたいな世界望んでんのって、うん、いやそれにえっほんとそれクソみたいな世界だよねって同意する 人多いいとと思う結構いると思う、ね、お<る>う結構るだからもう小池悠子首相しかないんですよ安住さん。もうん強制巨大な強制キャンプとかを作って、うん、そういう人たちをちょっとなんかちゃんとしてあげたいくらいの気持ちになるで。でいいですカンガンとして働きゃいいんです、まあカンガンはあの,あの棒じゃなくて弾の方をね直近強制キャンプとかって強制労働とかさせられると思ったら甘いよ。 ここにアリスミラーみたいな人いっぱい入れとくんです <laughs> 一人一人 <laughs> 君の心のやには何なんだいっつって一人一人この心の傷と向かい合うんですどうですかこの強制キャンプもう最悪やもう行きたくもねああしんどあーしんどほんまにしんど,んしんど <laughs> そうですはまあでもねちょっと この松本人志、どうしてこんなふうになっちゃったのっパパッパパ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 のパパ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 パあパパ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 パ 彼の行った高校では友達を縛りつけて火つけたりするそういう遊びが流行っていたそうです、うんうん、そういうところを生き延びる中で、うん、まあただならぬことがあったんでしょうね、うん、彼にね。そ、うん、ないよね。これ現代現代日本の,このごくごくなんていうの普通のことなんでしょうね。うん まあでは泰富さん、はい、そして清水優子、うん、そしてそこにいる画面の向こうにいる皆さん20年前まで遡りましょうあなたがお付き合いしてきた方々を思い出してください本当にもうこれ最後の審判だと思って聞いてください本当にあなたは神の前で <laughs> 絶対その人のことを傷つけていないいやそれ分かりやすいのじゃないの。あいつ喜んでたしっていう記憶の中でもちょっと考えてみましょう本当は嫌だったんじゃないかな本当は寂しかったんじゃないかな本当は辛かったんじゃないかなもうね松本問題を取り上げると私もう昔付き合ってた人たちのことを思い出してあの時本当は辛かったんだろうなとか 本当は寂しかったんだろうな。本当はそんな1日40キロもチャリこぐんじゃなくてそばにいてほしかったんだろうな一緒に壊したりしてたじゃないですか。もう。もキロ走れていうの <laughs> そんなに <laughs> ダメ。もうダメ。もういいダメ。相手が望むことをやってたんだろうかと。<laughs> もうそういろいろ、もう考えると。 いや、もうそんなねあの…でもさちょっとレベルが違いますよいやそれはレベルが違うさすがに私はそんなに無理やりやってるとかないよ <laughs> そり<れ>ゃレベルが違いますよそれはさすがにないと思うよ思うけどそれでもなんかいや細かいことでもやっぱりこれは反省しなきゃダメなことだと思いますよでまあ私は別に松本ほどやってないよまあ それぐらいのことはさ人生いろいろあるじゃんでも松本はダメーって <laughs> 私ちょっとそれ思えないねもうなんか松本問題取り上げるためにお前はどうなんだとそこまでひどいことはやってないかもしれないけどもお前は今まで本当に女の人を大切にしてきたのかいま女の人に限らんけどね 周りの人たちよねみんな周りの人たちとどうだったのかっていうもう私はだからまあはっきり言えることはなんでか知らないけどみんないなくなるんですよそれすごくわかるなぜ <laughs> かわか,からないんですけどみんないなくなるか <laughs> とんでもないことをやりだして私の方から逃げるかどっちからですよどんどんですか言っちゃうけど入ったけど <laughs> 私は全く問題ないんだよね急になんかとんでもないことしたりすんですよ <laughs> そんなわけないよね <laughs> <laughs> そんなわけないよねんなんかあったらから <laughs> なかったんだろうなと思いますけど。んとだから今回の件は。まっちゃんがね。考えてる真実は訴状から見る。まあ、今から翻すかもしれないよ。だけど。あの、行為があったないは言ってない。ですあれ喜んでただろっていうことなんですよ。そういうふうに。思っちゃえるこの認識。で。 ぶっちゃけ今回の件は文春に出てきたらねあのごめんなさいって、うん、悪かったって謝っまずそこだそれだったらもうできてたよ。だから出た時に、うん、だから出る前でもいいわけもうけてるわけなんだう、うん、そういう事実があるかどうかちゃんと松本に確認しますまず吉本が言ってさ。うん それで松本さんがその事実を,はこ,れをこういうふうに言われてますよってちょっと自分はそうは思ってなかったんだけども僕、うん、に思ってたなんてなんてことだってショックを受けて連絡を取りたいと、うん、でその上で記事にしてほしいみたいな形でね、うん、で文春を通じてでもいいからコミュニケーションを取りたいうん、うん、で,できることがあるならば謝罪したいし、うん、何か心を癒すことができるのであれば 今さらできることではお金がないかもしれないけれども、うん、できる限りのことはしたいというふうに言っていればです。これはもうね、<laughs> スターですよ。今日もお笑いができてましたよ。お笑いができていたし、尊敬された、私も尊敬する多いなと思いますよ、ね。<laughs> それと比べて、このツイートあの。いろいろツッコミどころあるんですよね。<laughs> 私が一番なんか思ったのは、 何一つ行目が一番腹だった私は。いや、そうなんですけど、私が思ったのは、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれてたお前やろ巻き込んだんっていう。<laughs> お前が女集めてこい言うたんやろって。いう何を言うとんねんっていう。一 <laughs> 行目が一番腹だったけどね。そうなんやな。なんでここには自分の名前を入れてさ。うん、こ何これまこもする これするかひとしって字をわざわざ入れてさ。なるほど、ね。何をしたいのちょっとどうせやったら人を笑わせることをで開業して志してきましたで区切ってほしかった。せめて天を打って一下に持ってこい。出ないと分からへんやないか。だったら松本人と全部松。初め手に松本一丁松ってどうやって入れるんですか

今、なにこれ、なに、なこの、なんぞ、ここで人って、志とか入れてさ。もう、なんとも思ってないってこと、を表明してますよね。うん。そう、そ,そう、そう、そう、そう。ただ、ただ、遊んどるんですよ、これは。いや,いや、まあ、そんなんさ、一人でさ、女三人で回したくらいで、何切れてんの。みんな、ぎゃ、ぎゃ、ごめん、ごめん、ごめん。人を笑わせる方は、志してきた、なん。そんこの感じでしょこれは。 ある意味あれでほんとにもうね「ゲキオコプンプン丸ルカムチャカムチャカムチャッカハンなんとかになってえっとこれはですね <laughs> あの皆さん何のことを言ってるのかというと <laughs>、えー、2013年頃から始まったギャル語でございます。おこだぞ橋横激おこぷんぷん丸ムカチッコファイヤー まあ、まあ、つまり4段階目ぐらいなんですね。インフレの <laughs> 激ゲキスティリックファイナルリリーチプンプンドリームっていうのもあります。ク <laughs> はちょっと意味がわかんない。<laughs> ちょっとまあまあ、なんかまあ、<laughs> あの、ポジティブフィにはいきましたのでね、には。はいあの、ポジティブフィードバックによってですね、えー、どん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 大きくなっていった結果、インフレが過ぎて、知らない間に消えていった言葉の一つでございます。<laughs> はいまあ、なんで、うん。まあ、松本さんの真実っていうのは、 だって、最後、訴状の段階ではそんなに、あのうん、うん、現時点の訴状の段階では行為自体は否定してないわけですから、まあ、喜んでたんでしょっていう話、うん。まあ、飲み会の存在はもう完全に確立してるしね。うん。でも、何より、あ、ま、なんか、これは置いといて、えっとマッサージ店のあれとか大丈夫なっていう。うん、そうなんれ、ね、あれ。うんあれ あれも発した方がいいと思うよ、うん、こんなん出すっやったらあれとかは大丈夫なんていうあれあれ,あれにあれをだってさこれを訴えたいであれを訴えたような意味わかんないけ、ね、ど、うんまあ、それは,あは100万倍ぐらいやばいよ要するに本当はんでしょう本当なんでしょうねあれはガチで、うん、ひょっとすると時効に入ってないかもしれないから今でもリアルでこれかもしれません、うん えー、っうわけでです、ね、れいがしたいんです、うん、と言ってばいちゃんない。そうね何考えあっ <laughs> あ、本当の我いがしたいんだってやることはただ一つだよ、うん、謝るんだって、うん、何考えてん裁判起こして長引かしてね私は笑うよこんなバカが本当にいるんだ <laughs> <laughs> すごいわ。えーた、たみ元教授、本日、激横ムカチャッカファイヤーなので、<laughs> えー、若干ちょっと言葉が激しいことを、皆様お許しくださいませ。はい。あ、当おかしいわ、もう。ほんおかしいな。そね、人を終わらせること、くくるぜしてきました。あ <laughs> <laughs> んなおもしろくおらんとおらいことを言って、お笑いのとか言ってとのか。 うでほんまま,まあ確かに笑わせてもらいました。はい。というわけで、えっ、ー、と、皆さん、3月27日にこれ撮影しておりますけど、<laughs> 3月28日ちょっと大谷問題で忘れてるかもしれないけど、実はン大谷翔平の結婚で吹き飛び、で、その次はもう自民党の和歌山のダンサーのハレンツさで吹き飛び、おく中央やつで吹き飛び、もういろんなもので吹き飛んで。 いやもうこれはもう小池意梨子は出所ないしかないよ上川陽子でもいいよもうどっちでもいいあのー、絶対上川陽子さんは麻生の傀儡だとかっていうふうに思われてるかもしれないけどあの,あの人はだってさオウム真理教の、うん、ハンコ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 キョケ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 ってハンコをしてそのあとに飲み会参加できるで,すよ、ね、で麻生太郎は絶対あいつあれの言い方聞けよ <laughs> あいつはね意外とおとなしいやつなんだよ 俺はね、あいつに喜ばれることしかやってないって信じてるよ、あそたらは信じる。信じてるもん、ね。で、それが総理大臣だったとたん、価川陽子さんは60年、50年前の言葉の全部覚えてると思うよ。ムカチャッカファイヤーもうムカチャッカファイヤーだろう、う株チャッカ言うけども、なんでもいいよ。もう株ブチャッカハン大噴かないもういや、たぶん。で、小池キり子も二階さんと、なんか、二階さんがね、小池キュ子は俺の弟子なんだよとかって言ってるけど、ね。絶対小池イキ子。リコ、うん。 いや下手すると全男性に向けていろんなものを貯めてでも,もだよそれぐらい日本は差別が強いんでね。でもねもう本当にそこは。女性総理にした方がいいね次はね。もう女性総理にしてちょっとなんか私ちょっと男性としてちょっとその最中はワシントンあたり逃げといた方がいいかもしれないけど <laughs> <laughs> ちょっとうん。 でそういう状況にありますそういうことで高い緊張感を持って注視していきたいなとはい松本、はいま、裁判で明日何が起きるのか含めてねえー、ちょっと見ていきたいというふうに思いますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃねー今日も読書じゃねえよ もうな途中の小芝居に疲れすぎて複雑さを生きる勝手っていうの忘れました。<laughs> 何のために撮ってるんですかもあの3月末がですね、えー、もう日曜日なんで4月1日入金分までは一月つき万冊この「複雑さを生きるね」ねすでに特典動画がもうあの27個ついてる状態なんですけどさらにそこにお金と複ささを生きると健康と複ささを生きるという特典がついてですね、えー、皆さんね あの買えるのは4月1日入金分までということなのでお早めに買ってほしいなというふうに思います買い方 YouTube 説明欄に書いてあるのでぜひ見てほしいなというふうに思いますそれじゃね